普段緊張全くしないのにこういう清掃だとやたら緊張するピクルス登場でなんですけど、まあ初めましての方と、まあお久しぶりの方がいると思います。実は僕3年とか4年くらい前に YouTube に動画を投稿してた時期がありまして、まあ言うてもうものの何ヶ月なんですけど、なんかその時 YouTube のことはあんま知らなくて、けど純粋になんかその当時の動画とかってすごいくだらないんですけど、なんかほっこりしたりちょっとなんか笑えるなっていうのがあって、なんか今みたいにカッチカチでもうこういう流れでこういう風にやっていくみたいなのがなくて、もっと自由な感じでやってたと思うんですよ。でなんかそういうなんか小さな笑いとかって、まあ、最高に幸せで、なんか僕はなんかそういうことを、まあ、自分のそのやってること本当にしょうもないんですけど、そういうことをやりたくて、昔の YouTube のその感じがすごい大好きなんで、僕はそういう感じで動画投稿できたらなと思って、まあ、今回ね、またこうやって動画を回してるわけなんですけど、今日はね、まあ1本目ということで、まず僕ピクルスって言うんですよ、名前は。名前はピクルスです。PICKLES ピクルス。はい。で、今日なんですけど、まあ、いきなりなんですけどね、僕1年前に動画投稿しようと思ってずっとずっと月日だけ流れて今日に至るんですけど、その1年前に自分が作った動画を皆さんと一緒に見ながら、まあ、僕はちょっとおい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 ってところはちょっと、まあ、突っ込んだりしてちょっとやっていきたいと思いますんで、まあこれからね一緒に動画を見ていきましょうということで、いこっか。いや、どうも、ピクルスです。座敷わらしではないよ。今日は、まあ、記念すべく動画の第1話ということで、山で流木を拾ってまな板を作りたいと思います。まあ、それは今後僕のチャンネルで必要なものになってくるので、拾って作ると。川の近くで拾った流木とか、マジですげえパワーだから。それを使って作った料理とか絶対にすごいことになるからということで、とりあえず探していきたいと思います。懐かしい。こういうね、石があるところはとりあえず足元に気をつける、ね、それが大事。パンツこれは大事。これとかどうやろう。これまな板にどうやろう。使えません。ないだろう。あんまりないよ。尺長い。ここはなし。次。今ちょっと山で流木探しててなかなか見つからなかったんで、あの知り合いの和尚さんのところで、あのこのイチョウの木もらってきたんで、これで作りたいと思います。残り、ピックが、このぶっ飛びハンマーと、うん、この、なんか、やするための、まあ、多分当時の僕のこだわりは、なんかこの、やせるのペーパー。この、すごくこういう、もののところを、ポンポンポンって、これ、今日ないんで、サラダ油を染み込ませて、完成させたいと思います。もう、早速取り掛かる。早くにするのこだわりやったっぽい。でもイチョウの木ってこんな硬いの。今ちょっといろいろ試行錯誤を繰り返して、一番初めノコギリで始めて、そのナタっていう順番で来たんですけど、あの杭をぶち込むっていうところに至って、まあ、次これがダメならこの
どういうこと、どういうこと、斧みたいなやつもあるんで、どういうこと、どういうこと、それでもう一気に切れすぎてバチってやります。どういうこと、どういうことって、危ないから危ない、危ない、危ない、ハンマーでやると割れちゃうもん。まあだからあれやわな、一番あの合理的な方法としては、斧、いやいや斧やらしに、あのだから製材の幸男さんに頼めばスパッと切ってくれるだけどそれでは面白みがないから、もうあのあれやわ、その片方を持ったら片方割れたら、あとは、あとは、釣れそうやじゃん、釣れそうやじゃん、どこにできるしかないわ。そうか、もう、割れた割れた。あ、割れました。あとは、こいつを成形して、まな板じゃ。なんか鹿とかさ、こういうのもさ、皮とかさ、めっちゃ剥いで食うやんね。もうなんか、今鹿とかおったら、多分相当仕事早いと思うよ。全部食い散らかしてくれるし。あえて言うことじゃない。あえて言うことではない。今ここまでできたんで、とりあえずあとこれを乾燥させて次あの仕上げさせたいと思うので、もう何日間か後にお会いしましょう。2週間後に飛びました。で今木の乾燥状態がこちらと、まあ、前回と比べるとだいぶ乾燥したよと、こっからまあカンナ掛けとかして、まあ、仕上げていきたいと思います。今回この状態まで仕上がったので、もう何日間か乾燥させてから最後もう一気に研磨掛けしたいと思います。じゃまた。はい、最後の撮影から4週間経ちました今。で、まあ今日ちょっと、まあ、仕上げたいなと思います。お前そう、新車みたいな頭どうしたの？まあ木の粉と、まあコロナ予防でマスクしながらやっていきます。コロナね。はい。で最後の。この研磨掛けなんですけど、この電動工具にちょっと頼りたいなと思います。これも今ホームセンターで買ってきたんで、一気にダダダダッと仕上げたいと思います。そうそうそう、これ削っとったらたまたまできたやんだな、本当にこれ。そうだね、ここに今ピクルスという文字を彫ったので炙りたいと思います意味がわからん、意味がわからん。マジでマジで意味わからんけど、なんか懐かしいな。これで、まな板は、完成です。
合が当たりましたが、ついに歴史みたいな音ね。まあ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 、まあ、良きかなでしょう。はい、どうだったでしょうか。僕はね、なんかね、いろんな気持ちがね、なんか自分の中でね、交差したって言ったらおかしいけど、なんか懐かしかったり、おいおいおいって思ったり、なんかやっぱいいものですね、なんか動画で、なんか今すごい YouTube とかってすごいなんかお金を生み出すそういう爆裂コンテンツみたいな、まあ、世に知られてるんで、なんかすごい仕事っぽいカチッとした感じになっちゃったんですけど、僕はなんかこれくらいしょうもないことでいいかなって僕いつも思うんですよね。なんか昔のあの YouTube の感じをちょっとなんか取り戻したいんで、見てくれる人がどんだけいるか、どうなっていくかなんてわかんないんですけど、まあ、自分はそういうスタイルで、僕とその仲間たちが楽しい、自分たちが楽しいなって思えるものを世に伝えていけたらなと思います。今日はまあこんな感じで締めるんですけど、まあ、次回の動画も楽しみにねということで、またね。